BTO モデルを買ったんですが、なんでそれを選んだかを含めて紹介していきたいと思います。マルチコアの計測自体が早いですね。あっという間に終わりそうな。皆さんこんにちは、戸田悟です。今回はですね、およそ3年ぶりぐらいにメインマシンを買い替えましたということで、僕のね、買った製品、どんなモデルを買ったのか紹介していきたいと思います。14世代のね、デスクトップ用の CPU なんで、ベンチマークも楽しみですね。ぜひご覧ください。まあ今回ね、もう箱見ればわかるように、つくものね、 BTO モデルを買ったんですが、なんでそれを選んだかを含めて紹介していきたいと思いますので、ご期待ください。はい、今回購入したのはね、こちら、まあ BTO なんで、あのスペックは自分で選んじゃってるんでね、後でもちろん紹介しますけれども、まあ基本はこのケースと、それから拡張性ね、それから性能の組み合わせですよ。どの BTO メーカーもこのケースで、例えばめちゃくちゃ性能が欲しいのが低いとか言っても買えなかったりします。選べる枠が決まってるので、この中から選んでくださいという形になるわけですよ。で、僕ね、今回つくものこれを選んだのは、いくつかのメーカーねチェックしたんですけれども、その理由をね、まずケースから紹介していきたいと思います。はい、僕がですね、まずね、条件として選んだのは、このね、これ正面上の部分なんですが、電源ボタンありますけれども、ここにね、やっぱりタイプ C が欲しかったんですよ。意外に正面にタイプ C が付いている BTO のモデル、まあありますよ。ありますけど多くなくて、それと価格と性能のバランスで選びました。で、今回、ね、今まではブルーレイとかね、DVD 付けてたんですが、今回付けてません。外付けのね、DVD のドライブも持ってるので、まあいらないかなということで付けませんでした。で、正面にね、タイプ A が2個とタイプ C が1個あると。これがね、多分使い勝手いいと思うんですよね。最近タイプ C 増えてますしね。で、せっかくですから裏もね、紹介します。はい、背面の拡張性は実はそんなに気にしていなかったんですけども、タイプ A が6個ついてるので、まあこれも十分ですよね。上が 2.0、下がですね 3.2 の Gen2、一番下が 3.2 の Gen1 となってます。まあこの辺ハードディスクをね、つないで、ここはね、マウスとかキーボードと。いう感じかなと思います。で、ここにね、グラフィック関係のポートがあるんですが、グラボを増設しているのでね、増設っていうか選択ね、しているので使えません。で、それはね、ここになります。で、グラフィック関係のね、端子はね、この選択したグラボのを使うことになるんですが、 HDMI が1個にディスプレイポートが3個で、僕が使うのはこの2つになります。まあ使ってるモニターが両方出せるのでね、これでいいんですけれども、3画面今のところつなぐ予定ないんですが、どうもね、やっぱりこういう BTO マシンってディスプレイポート多いんですけど、最近 HDMI の方が使うと思うんですよね。逆にしてほしいぐらいですよね。 HDMI 3個にディスプレイポート1個の方が便利かなと思いますけれどもね。で、こちら 2.54 の有線 LAN があります。これ今はこれ使いますが、実際使うことになると、僕はカードを増設して 10GB の LAN を使うので、実はこれもね、この 2.5GB の有線 LAN も実際には使いません。ボードを増設しますという形です。はい、で、僕のね、ちょっと中も開けてみましたけれども、選択した内容を紹介したいんですけれども、 CPU はですね、 Core i7 の 14700F ですね。まあちょっとそんなに最上位ではないですけれども、僕の場合あんまりゲームしないので、もうこれ十分かなと思っています。はい、で、メモリーは 32E ですね。それからグラフィックはですね、 GeForce の RTX の 4060Ti 8GB のモデルですね。で、 SSD が 2TB、 これちょっと潤沢ですよね。 M.2 の Gen4 という形、さらに 8TB のハードディスクも内蔵しております。ということで、セットアップが済みました。ここになんか LAN ケーブルがちょっと長さが足りなくて、こんな風になってますが、もちろんね、この場所で使うわけではないので、一時的にこうなってるだけなので、ご容赦ください。ということで、今ですね、セットアップが済んだのでベンチマーク取っていきたいんですが、壁紙がね、 G ギアの壁紙になってますね。これ後で僕 Windows 標準に変えちゃう人なので、ね、変えちゃいますけれども、とりあえずね、ベンチマーク取ってみたいと思います。はい、シネベンチ R23 ね、いつも計測しておりますベンチマークソフトですね。では、マルチコア測ってみます。20コア28スレッドということで、もう2万以上は間違いなくいくんじゃないかなと思っているんですが、どうでしょうか。もうね、マルチコアの計測自体が早いですね。あっという間に終わりそうな勢いでございますね。はい、もうね、間もなく終わると思います。これ1回しかまだ計測してないんでね、22,535と。いうことで、また何回か測ってみますけど、まあ2万以上は余裕でいきます。さすがね、やっぱりデスクトップ用の CPU は早いですね。グッジョブ。ミニ PC とかノート PC も最近めちゃくちゃ早くなってますけど、12,000、3,000、4,000ぐらいですからね。
だいぶまだまだ差がありますね。で、まあ僕もいろいろヘビーな作業をするので、動画とか写真の編集を含めてするので、これぐらいの性能がいるんですが、普段使うオフィスとかであればもう全然ここまでの性能はいらないと思います。ではね、シングルコア撮ってみましょう。シングルコアはですね、特にオフィスの作業とかで効いてくるケースが多いですね。で、まあライゼンとインテルどっちがいいのって話がありますが、まあ、一般的に言ってインテルの方がシングルコアに強い傾向があるのかなと思っております。で、これもね、シングルコア、まあ1800から2000ぐらいはいってほしいなと思いつつ、マルチコアよりシングルコアの方がこう微妙な差になってくるかなという感じですね。楽しみです。さあ、間もなくですね、シングルコア、ちょっと横で今ね回ってるんですけれども、横で回ってるんですけど、間もなくシングルコアね終わると思います。まあ1回目の計測なんでね、ばらつきあると思いますけれども、それでもね、どれぐらい出るかちょっと楽しみですね。これだけね、やっぱり回ってるのに音をそんなにしないのはいいなと思っておりますけれども、あと4マスぐらいですね、3、2、はい、そろそろ終わります。2096と2000超えてきましたね。非常に嬉しいですね。これね、多分オフィス系のアプリとかも、高速にね、使えるのではないかなと思います。はい、続いてですね、ファイナルファンタジーのベンチマーク回していきます。設定をね、今お見せします。高品質デスクトップ PC に設定しております。あとね、まあこんな感じで、はい、でグラフィックはね、GeForce RTX4060 の Ti ということですね。はい、で解像度はですね、フル HD で、今つないでるモニターがフル HD なんで、まあそのうち 4K も回すと思いますが、今日はね、もうとりあえず来たばっかりなんで、これでいきたいなと思います。はい、それではスタートします。はい、ということでね、今ファイナルファンタジーのベンチマーク28000出ましたね。まあ非常に快適ということで、もちろんね、もっとグラフィック、強いね、4090とか積めばもっといくと思いますけれども、僕はゲームあんまりしないので、まあ最近ね、ちょっとパルワールドとかやってみてますけれども、全然余裕だと思います。やっぱりね、この構成を選んだのは一番いいのが欲しかったんじゃなくて、自分に合ったコスパの高いのを選んだということで、ちょっとね、価格を紹介していきたいなと思います。はい、それではね、僕の選んだスペックをもう一度紹介したいと思いますが、CPU がね、Core i7 の 14700F ですね。で、CPU クーラーが 120mm のですね、ヒートパイプ式 CPU クーラー、静音ファンという形で選びまして、メモリーが DDR4 の32で、さらに SSD はですね、2TB 選んでます。あとハードディスクが 8TB の、SATA という形で選びまして、まあ、いろいろ BTO をして、オフィスとかついてません。これで231,728円と、税込みで254,900円ということで、あと送料がね、2,200円かかって257,100円ということで、個人的には非常にまあコスパ高く買えたかなと思ってます。で、欲しかったタイプ C もね、ついてますし、あとネットワークのカードはね、前に使っていた 10GB のカードを移植するという形で、つくもはね、 10GB 選べるんですよ。選べるんですが、僕はカード持ってたんでね、もったいないのでそれを使おうということで、25万円だったらいいんじゃないかなと。で、思ったより静かだったのが僕のね、収穫でございますね。で、今後はですね、実は SD カードスロットついてないじゃないですか。Type-C 経由でハブでつけることもしますし、ちょっとね、画像取り込み用の PC を別に用意しようかなと思ってまして、ミニ PC 使ってね、それを SD カード取り込みマシンにしようかと、ちょっと贅沢ですけれどもね。で、ネットワークがめちゃくちゃ早いので、インターネット経由で同期して、ミニ PC から取り込んで、その間メインマシンは他の作業もできますし、ということをね、やろうかなと思っております。僕が見た感じでは、ドスパラよりちょっと安いかもしれませんね。で、ただ納期はつくもの方が長かったんですが、実際には1日かな、早く届いたので、まあ、ちょっと納期は長いかなぐらいの感じでしたけれども、まあ長く使ってね、見ないと満足度がありませんが、思ったより音も静かでしたし、個人的には価格もね、手頃な組み合わせになったし、まあ、このね、Type-C もあるということで、結構満足できております。ということで、僕の点数はですね、
70点にしました。というのも BTO なんでね、好きなスペック選んで価格見て買ってるんで、実は点数高いも低いもないと思うんですが、まあ、全体としてのね、満足感、特に音は来るまで分かんないので、はなかなか高かったかなということで70点としました。以上、メインマシンつくものですね、デスクトップに久々買い替えたというお話をねいたしましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、25万円程度でね、まあ、送料とか込みですけれども、買えることを考えると、やっぱりノートパソコンよりは、まあ、価格に対する性能はダントツに高いですね。まだまだミニ PC やノートパソコンに負けない性能を持っていると思います。置き場所とかね、問わない方はデスクトップやっぱりいいのではないでしょうか。ということで、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。メンバーシップもスタートしておりますので、興味のある方はぜひ参加してください。メンバー先出しのね、動画公開とか、メンバー限定のライブ配信、それからね、リアルのイベントの優待等もございます。またメンバーシップに加入していただきますと、戸田悟ファンクラブに無料でご招待します。で、この戸田悟ファンクラブでは抽選でですね、毎月僕がレビューした製品の一部、だいたい5製品から7製品ぐらいが多いんですが、プレゼントしておりますので、ふるってご応募ください。Thank you.